こんにちは、レフト兄弟です。今日の動画は魔改造になります。もうサムネの方で何を作るのかお分かりですよね。そうです、星の子学園で聖夜と共に育った幼馴染のミホちゃん、ミホちゃんの方を魔改造で作ってみたいと思います。ただ普通にミホちゃん作っても動画的にあんまり面白くないよね。そこでこっから私レフトの暴走、もしもミホちゃんがセイントだったらクロスの方も俺は作りたいんですよ。まあそういった関係上、ミホちゃんの方をセイントにしてみたいと思います。そこでどんな状態にするの、実はね、某漫画家さんの方に設定資料の方書いていただきました。それがこちら。なんかウサギ座だよね。まあ実際ウサギ座ってあるのかも俺にはわかんねえんだけどね。まあ今回はこちらの設定資料を見本に、まあこの通りにクロス作ればいいのかな。で、気になる素体の方なんですけども、今いますよね。入浴中のヒルダ様。お前は違うな。お前は誰だよ。まあこちらのヒルダ様の素体を使って魔改造。でもヒルダ様使うのもったいなくね。まあ俺もそう思う。実を言うとね、このヒルダ様はちょっと出しますよ。以前動画の方でレビューさせてもらいました海外非正規のヒルダ様の馬、あれに付属でついていたんですよ。多分ね、正規品のバッタモンになると思うんですよね。見てください、腕なんか取れちゃうし、まあやっぱり海外製のパチモンだけあって、造形悪いんですよね。まあ顔はそんなに悪くないんですけども、まあこちらのヒルダ様を使おうかと考えています。で、気になるクロスの方なんですけども、以前レビューしたソウルオブゴールドのリフィア、あとジャシンエリスのアイザーエリー、あの時にマーリンさんの素体を使ったんですよね。まあそういった関係上、イーグルクロスのジャンク品がこんなにいっぱいあるんすよ。まあクロスの方はこちらの方を使いたいと思います。では一度画面の方を切り替えて、使えそうなパーツの方並べてみたいと思います。はい、改造で流用する全てのパーツの方並べさせてもらいました。クロスの方なんですけども、ほとんどがマリンさんのイーグルクロスのパーツになります。若干追加させてもらったのが無印マイスの、誰かわかんないんですけども、ゴールドセイントの誰かのパーツ、こちらの方も流用させてもらいます。で、髪型になるんですけども、マリンさんの髪型、こちらも余っていたんで、マスクをした状態とマスクをしてない状態、2バージョン髪型の方も再現してみたいと思いますよ。で、ヒルダ様の髪型、基本的に使うのは、こちらの接続部分だけになるんで、大幅な削りが必要ですね。で、今回ミホちゃんってことで、ちょっとでかいような紙ボディすぎるような気がする。ただ素体を削るのもめんどくせえっすよね。まあ素体の方はせいやちゃん、私脱ぐとすごいんだから、まあそういった設定で持っていきたいと思います。ただ表情の方が全然違うよね。これだとヒルダ様の表情になるんで、一度頭部の方の顔の表情はシンナーで消したいと思います。じゃあ一度外しますよ。で、シンナーの方用意してます。一度この辺りどかしておこうか。シンナーがこちらになります。かなりね、危険なシンナーになるんで、じゃあこの中に浸しておこっか。じゃあ蓋取りますよと。じゃあこの中につけて、つけている間にクロスの方、まあある程度削りの方一気にやっちゃいますよ。はい、削り出しパテモニの方終わりました。まあ気になる素体の方から見てみよっか。頭部なんですけども、ミホちゃんの髪型、まあマリンさんの髪型を一度分解してパテの方でガチガチに固定した状態になります。まあこの後削るんで、まあこのままでいいでしょう。で、クロスの方になるんですけども、まず胸はまみした方がいいか。パテモリモリですね。接続部分なんですけども、今回両肩の方に肩アーマーが来る予定なんで、こちらのパーツはマリンさんの軽装のタイプ、まああちらのパーツをここにパテで貼り付けさせてもらいました。これがないとこの肩アーマーって、取り付け不可能なんでね。で、この肩アーマー、まあオブジェ素体の頭部のパーツ、こちらをこの肩アーマー、これも軽装バージョンの肩アーマーになると思うんですけども、接続できるように、パテの方を持ってあります。まあこんな感じで肩アーマーはつくのかな。
で、腰アーマーですよ。腰アーマーね、ごめんなさい。パーツの方、両サイド追加させてもらいました。無印のゴールドセイントの誰かのパーツになると思うんですけども、まあ、こちらの方も両サイドに取り付けさせてもらいました。造形はまた後でやっていきたいと思います。で、腕アーマーは、盾みたいのがついてたんで、こちらもパテで適当に持ってあります。で、足の方、スネアーマーは、何なのかね、これ、ブーツ。まあ、かなり汚い厚盛りの状態になります。足の方も、クロスが着脱できるように、一応パテを持っといたのかな。まあ、こちらも造形進めていきたいと思います。マスクを取り付ける時の髪型と、マスク。このあたりはまだ全然いじってないんで、こちらのミホちゃんの髪型を整えてから、再度こちらの方、やっていきたいと思います。じゃあ、一気にいっちゃいますよ。はい、パテの造形の方が終わりました。まだこの後、ヤスリがけはしていくんですけども、まずは素体の方から見ていこっか。まあ、素体の方と言っても、髪型作っただけになんだけどね、こんな感じ。で、もう一つ髪型の方を作らせてもらいました。こちらの髪型は、今回クロスを装着するにあたり、マスクの方を装着するんで、まあ、マスクを装着する用の髪型になります。で、問題がこちらのクロス。まあ、こちらもね、まだヤスリがけはするんですけども、クロスの方、今塗装軽く吹いているんですけども、私レフト最近老眼が進行しているせいか、このあたりの削り作業が非常に見にくくなってきた。まあ私がね、削りやすいって意味でこちらの塗装の方を吹いて加工の方をしてあります。まあこの黒さ賛否かなり分かれると思うんだけど、ではこっから一気にいっちゃいますよ。まずはサフの方を吹いてから、まあカラーリング入れて、まずはミホちゃんのクロスをしない状態、一気に完成に持っていきたいと思います。ミホちゃん完成しました。コルソレフトクオリティ、もう顔全然似てなくて申し訳ございません。やっぱり表情というか瞳はすっげー難しいよね。まあせっかく作ったんで全体的に見てみよっか。服の方はどうしたのっていうと、ちなみにこの服はリカちゃん人形の服を使用させてもらってます。ただリカちゃん人形って割と素体がでかいんですよね。マイスにつけるとガバガバだったんで、まあ僕はね適当にハサミで切らせてもらいました。このスカートなんかすっげー汚ねえんだけどね、後ろの方を見せるとぐちゃぐちゃだよ。まあ正面から見ればいいってことで、まあこの状態になります。で、気になる表情なんですけども、今回は俺の下手さが目立つんで拡大はしねえですよ。ここで見てください。瞳がね相変わらず難しい。もう特に女性キャラクターの瞳ってすっげー難しいんですよ。まあ髪型もね、まあ適当に再現したつもりなんですけども、こんな感じになってます。まあせっかくみほちゃん作ったってことで、やっぱりみほちゃんときたらせいやくんだよね。こうやって並べて遠目で置けばそれっぽい雰囲気は出るんじゃないかな。せっかくなんで以前魔改造で作ったアイザーエリーの方も出します。こう比べてみると、アイザーエリーの素体ってマリンさんの素体使ったじゃないですか。頭部がね、やっぱりヒルダ様の頭部の方が小さいんですよ。まあこうやって遠目で見る限りはそんなにわかんねえかな。今回の動画はこちらのクロスを装着した動画がメインになるんで、早速ミオちゃんの服を脱がせてクロスの方装着させてみたいと思います。装着しました。再現度がなんか微妙なんですよ。今回はこの辺りのクオリティでご勘弁ください。でもせっかく作ったんで全体的に見ていこっか。で、ちなみに今後ろに岩を置いているじゃないですか。自立の方は全くできねえ。足の部分造形ミスったかな。で、塗装の方がちなみにまだ完全硬化してないんで、あんまりベタベタ触んないっすよ。裸にクロス、危険なコスプレイヤーみたいな感じだな。まあね、裸にクロス、エロさが倍増するんですけども。で、足の方、そこ見せると、素体の足にクロスを覆った形になります。後ろの方は、こんな感じになってますね。腰山、
今回ウサギのクロスってことでウサギの尻尾みたいなボンボンをここにつけさせてもらいました。こっちの方が可愛くなるんじゃないかなってことでね。でよく見るとメッキ剥がれまくってますよね。実はね先ほど机の上から落としてしまいました。まあそういった関係上ところどころメッキ剥がれちゃってんだよね。まあ正面持ってくるとこんな感じ。胸山の方から若干はみ出ちゃってるよね。やっぱり神ボディすぎたかな。まあこのあたりも俺の胸山の造形がミスってて、で今回ねやらかしまくってるのが胸山、腕がね干渉してしまうんですよ。ここまでしか腕が下がんなくなってしまいました。このあたりも削り出しの方をしっかりやればよかったかなって後悔しています。でやっぱりね顔が全然違うんですよ。美穂ちゃんっていうよりもなんかオリジナルのキャラクターみたいになっちゃったな。やっぱりフィギュアは顔が命というよりも瞳が命ですね。まあ今回はオリジナルのキャラクターってことでいいでしょう。で肩アーマーの方なんですけども、この部分僕着脱できるようにしたのはオブジェ形態を再現したかったんですよ。でちなみに今回オブジェ形態の方を再現しようとしたんですけども、全くできなかった。ちなみにマリンさんのイーグルクロスのオブジェ素体、こちらでねオブジェ形態を再現する予定だったんですけども、クロスのパーツちょっと多すぎたな。途中で意味不明になっちゃってごめんなさい。今回オブジェ形態の方はスルーさせてください。仮面をつけた状態に交換してみました。今回はこちらの表情っていうか仮面状態の表情の方も作らせてもらったんですよ。こっちの方が女性セイントの法則しっかり守られてていいんじゃないかな、というよりも顔の表情が出てないんで、こっちの方が再現度良くなるんですよ。こちらの仮面はマリンさんの仮面を使っているんですけども、若干パーツがでかかったんですよね。まあそういった関係上、若干髪の毛で隠れてしまってる感はあるんですけども、個人的にはこっちの状態の方が顔の表情がないんでいいような感じがします。ダット剣、すさまじい速さで粉のようなものを拳から放ち、相手の視界を遮る間に穴を掘って抜ける。ラビットアタック、ウサギの脚力を生かした必殺の一撃。ラビットパンチ。オーサスボディをあらわにし相手のポコチン。今回魔改造させていただきましたセイントセイヤに登場しましたミホちゃん、まあ、クロスを作ったり顔のクオリティも引いてんで誰だか分かんなくなってしまった再現度で本当に申し訳ございません。やっぱりフィギュアは顔が命というよりも瞳が命ですね。まあ、私レフト瞳を描くスキルもう少し上げていきたいと思います。まあ、これからの課題かな。でミホちゃんといえば劇中ですと12級編以降登場してないような気がするんですよね。その後の聖夜との関係がかなり気になるところになります。でこの美穂ちゃんの声優さんになるんですけども、セイント聖夜内ですとゴッドーリア、アリオとのフェンリルの幼少期の方を演じてくださっています。まあ、他のアニメですと有名なのがウィングマンのミクちゃんだったりドラゴンボールのプーアル、父もそうかな、まあ、2代目の父になるんですけども、もうほとんどが美穂ちゃんの声まんまっすよね。まあ、この声やっぱり美穂ちゃんに当ててすごくいいんじゃないかな。で次回の動画になるんですけども、しばらく魔改造はいいかな、今回結構大変だったよ。次回の動画は通常のセイントクロスマイスの方レビューの方していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。